麻生太郎財務相は26日の閣議後会見で、安倍晋三首相の友人が理事長を務める学校法人加計学園岡山市の獣医学部新設計画をめぐる問題について、獣医学部を新設は獣医師の質の低下につながるとの認識をしました。麻生氏は法科大学院の増設が弁護士の質の低下を招いたなどと例を挙げ、獣医学部新設が同様の結果を招く可能性があることを強調。獣医学部完成後のアフターケアも見なければいけない。同学園獣医学部新設予定地の四国に学部ができたけど、子供が一人も入らないとなったらどうしようもなくなると指摘した。計画をめぐっては日本獣医師会が新設を反対していた。麻生氏は平成25年に開催された日本獣医師会の倉内功会長就任記念祝賀会では、麻生氏が発起人を務めるなど関わりが深い。また計画をめぐり、前川喜平前文部科学事務次官が記者会見し、総理の意向を伝えたとされる文書の存在を認めたことについて、麻生氏は退職した人がどう言おうと私が関わる話ではないと思っていると述べた。ネットユーザーの反応、議員の質はかなり下がってるよね。さあ麻生太郎がアップを始めました。加計さん運営の保育園も空き家認定されてるんですよね。国会議員の質はすでにかなり下がっている。しかも小動物の獣医ばかり増える。日本中がペット病院ばかりになってしまうぞ。大動物は3キロなので北海道でもなり手が少ない。つまり安倍とは反対側にお友達、昭恵さんが関わっているものは忖度フラグと見て間違いないね。麻生の一抜けた宣言、やはり自民党内でも安倍新派との暗闘が繰り広げられてるんだろうか。日本獣医師会の後ろ盾麻生氏と安倍首相との対立でもあったんだよね。安倍さんに対する対立軸が出れば出るほど面白くなる。あらまあ麻生も安倍に見切りつけたのか。政局が動く前兆かも。いよいよ麻生さんが動き出した。我慢に限界が来たようだ。ああとうとううちはもめ。ま、麻生も玉木も獣医師会の属議員ってことですな。最後は俺がとどめをって感じやな。じいさんそうはいかんぜよ。いやー面白くなってきた。動き出したぞ。東京五輪の中継で世界の誰しもが思うだろう、あれマリオやった首相と人変わってね。既得権益はそれだけ強いということだね。安倍首相のお友達配慮に苦言。特区決定には賛成したのでしょうが、泥線から逃げ出したかな。忖度フラグと見て間違いないね。麻生の一抜けた宣言、やはり自民党内でも安倍新派との暗闘が繰り広げられてるんだろうか。日本獣医師会の後ろ盾麻生氏と安倍首相との対立でもあったんだよね。安倍さんに対する対立軸が出れば出るほど面白くなる。あらまあ麻生も安倍に見切りつけたのか。政局が動く前兆かも。さあ麻生太郎がアップを始めました。加計さん運営の保育園も空き家認定されてるんですよね。国会議員の質はすでにかなり下がっている。しかも小動物の獣医ばかり増える。日本中がペット病院ばかりになってしまうぞ。大動物は3キロなので北海道でもなり手が少ない。つまり安倍とは反対側にお友達、昭恵さんが関わっているものは同様の結果を招く可能性があることを強調。獣医学部完成後のアフターケアも見なければいけない。同学園獣医学部新設予定地の四国に学部ができたけど、子供が一人も入らないとなったらどうしようもなくなると指摘した。
計画をめぐっては日本獣医師会が新設を反対していた。麻生氏は平成25年に開催された日本獣医師会の倉内功会長就任記念祝賀会では麻生氏が発起人を務めるなど関わりが深い。また計画をめぐり前川喜平前文部科学事務次官が記者会見し、総理の意向を伝えたとされる文書の存在を認めたことについて、麻生氏は退職した人がどう言おうと私が関わる話ではないと思っていると述べた。ネットユーザーの反応、議員の質はかなり下がってるよね。麻生太郎財務相は26日の閣議後会見で、安倍晋三首相の友人が理事長を務める学校法人加計学園岡山市の獣医学部新設計画をめぐる問題について、獣医学部を新設は獣医師の質の低下につながるとの認識をしました。麻生氏は法科大学院の増設が弁護士の質の低下を招いたなどと例を挙げ、獣医学部新設が